アイムです。よろしくお願いいたします。いよいよ今月11日に竜王戦七番勝負開幕ですね。今回は開幕直前ということで、羽生竜王、広瀬八段、両者の最近の成績などを見ながら、作戦や勝敗予想など改めてやっていきたいと思います。ではまず広瀬八段の最近の10局からですね、見ていきたいと思いますが、すべて勝ってますね。現在11連勝中ということで、絶好調となっております。8月27日の深浦九段との竜王戦長決第2局は本当に大苦戦で、これ負ければ深浦九段が挑戦というところだったんですが、それを粘って粘ってひっくり返して大逆転勝ちして、で、第3局でもその勢いを勝って羽生竜王への挑戦を決めたという形になってますね。で、その中で羽生竜王に対しても8月30日、9月10日と王将戦、2次予選、棋王戦、長決トーナメントという非常に大事なところで2勝してますので、これは竜王戦に向けて好材料になると思いますね。その後も中田先生、野月先生に連勝して、あと A 級順位戦でも阿久津先生、三浦先生に連勝しているということで、名人戦の方もね、挑戦が伺える形になっております。王将戦の長決リーグでも郷田先生下してますね。王将戦もまた楽しみに見ていきたいなと思っております。ということで本当に絶好調ですね。長いこと実力レーティングで豊島二冠が1位をキープしていたんですが、で、どうしてあの実力でタイトルが取れないのかと不思議がられてましたけどね。今実力通りに二冠獲得しまして、今ちょうどその豊島先生が言われていた立場に広瀬先生がそっくりそのまま移ったような格好になっております。今現在複数タイトル持っていても全くおかしくない実力があるということですね。まさに最強の挑戦者と言って過言ではないと思います。続きまして羽生先生の最近の10局見ていきたいと思います。こちらですね。こちらも7勝3敗で、広瀬先生に負けた以外はほとんど勝っているということで、まずまず好調をキープしているのかなというところですね。竜王戦に向けて9月15日の豊島先生との戦い、そして9月21日の久保先生との A 級順位戦連勝していますので、どんどん調子は上がっていると見て間違いないと思います。広瀬先生に連敗してしまっているんですが、本番が始まってしまえば調整してくるのであまり関係ないかなというところですね。あと、羽生先生のファンとしては非常に嬉しいニュースなんですが、羽生先生の奥様のツイートにて、講演会について、この秋から、だいぶ少なくなるという情報がありましたので、これも非常に好材料かなと思っております。羽生先生は昔からかなりの数の講演会こなしていたんですが、この秋からその負担が減るということで、より将棋に集中できる環境が整ってくるのではないでしょうか。もし私の解釈が間違っていたら申し訳ないんですけどね。概要欄にその羽生先生の奥様のツイートのリンク貼っておきますので、もし私と異なる見解ございましたらおっしゃっていただければ幸いでございます。今期の竜王戦では、勝てばタイトル通算100期、負ければ無冠転落という、まさに天国と地獄という戦いの中で、いよいよ羽生先生が本気モードに入ったんじゃないかなと私は解釈しております。続きまして作戦予想ですね。こちら以前にもやったんですけれども、やはりこう両者の最近の戦いぶりから見ても相居飛車中心の戦いになるのは間違いないかなと思っております。雁木、横歩取り、角換わり、この3本柱が中心になっていくんじゃないかなというところですね。個人的には広瀬先生の代名詞だった振り飛車穴熊も見たいんですけれども、おそらく実現しないんじゃないかなと考えています。やはりこう広瀬先生の独特の振り穴、一時期は勝ちまくっていたんですけど、プロ間で徐々に対策が進行していきまして、今ではちょっと振り穴側が序盤から劣勢になってしまう変化がたくさんあるということで、ちょっとね、そういうリスキーなことはやってこないんじゃないかなと思いますね。羽生竜王の振り飛車は1局ぐらいはあるかもしれませんね。今までの傾向として、番勝負で1回ぐらいは振り飛車使うようなイメージを持っております。で、勝敗予想なんですが、これは難しいですね。最強の挑戦者 VS 絶対王者の本気ということで、どちらが勝つか非常に読みにくいんですけれども、前期もね、あの竜王戦の申し子の渡辺永世竜王に対して苦戦が予想されていた中で、蓋を開けてみれば完璧な内容で勝ってましたので、やっぱり今期も羽生竜王が少し有利なのかなと個人的には思いたいですね。やっぱりこう、竜王戦でタイトル通算100期を獲得していただきたいなという気持ちが非常に強く持っております。逆にこの竜王戦で負けて無冠になってしまうと、またタイトル挑戦者になるのも非常に大変ですからね。
かなり険しい道のりになってしまうということで、なんとかここで決めてもらいたいなと思っております。ということで、皆さんの勝敗予想、作戦予想などもコメント欄でどんどん書いていただけると非常に嬉しいですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価ですとかチャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。